片吉さんとローランドさんでコンビを組んで漫才をしてほしいですいや漫才美術的に片寄君かっこいいんで僕がボケに回ることになって大久保さん入ってないですけどどうですかトリオとか俺も入りたいんだけどみたいな <laughs> い全然やりましょうかクラブワールドカップ優勝したらそうねマジでやりましょうとしたら、うん、30周年アンバサダーをご紹介させていただきますセレス大阪 OB 大久保義人様 セレッソ大阪と同じく2020年30歳を迎える大阪府出身の片寄涼太様そして2020シーズンよりセレッソ大阪公認セリを務めるローランド様以上3名の皆様に30周年アンバサダーに就任いただきましたはい、えー、皆さんおはようございます、えー、今回、えー、30周年アンバサダーに選ばれたということで本当に、えー、嬉しく思います片寄涼太です えー、そうですね私自身が子どもの頃から見ていたセレス大阪というチームに、えー、こうして30周年という記念すべきタイミングで関わらせていただけてとてても嬉しく思っていますすそうですねあの毎回言ってますけどもあの世の中には2種類のサッカーチームしかないセレッソ大阪がそれ以外かということでね自分のアイデンティティであるこのサッカーというね、えー、そしてこのプロクラブに関わらせていただくというのはすごいあの光栄なことなんでこれからも、えー、全力で。 仕事を全うしていこうかなと思っております今日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします <laughs> まずは改めまして森島社長にお伺いしたいと思うんですけれども、はい、アンバサダーがこの3名を選んだ理由と今後の活動に期待することをお願いいたしますわ、はい、かりましたえっとでは 大久保さんだから。はい。いじゃ久保アンバサダーから。やままあああの大久保さんはそうですね。まあ、やっぱりこうまあセレッソからこうサッカー界の中のスタートを切った中でまあセレッソの中も知ってますしまあ外からセレッソもいろいろ見てきていろんな部分も分かってますしまあなんと言ってもこのサッカー界の中でこの得点まだこう本当にね記録持っておりますし。 もうそういったいろんな観点からの発信力というのも、はい、非常に持たれている。大久保さんだと思います。はい。大久保さんですね。大久はい。あ <laughs>、はいそしてせアンバーサダー、片寄さん。いや、もう片寄さんはもう、それはね、大阪出身のエンターテイナーですから。はい、やっぱり、こう、まあ、あの、本当、サッカーを知っている人、サッカーを知らない人にも。まあ、こう、セレッソの魅力を、また発信をしていっていただきたいですし。 まあ、な何よりも、ですね、えー、やっぱりすごくかっこいい,い,いですね。<laughs> <や> <laughs> ありがとうございいますいや,いや,いやでも本当、来年がまたあの30歳を迎えられるということで、あのセレス大阪も、はい、この30周年というのは非常にご縁を感じておりますので、もうそういったところでいくと、はい、ぜひいろんな方面で、えー、アンバサダーとして活躍していただきたいなという思いがあります。はい そしてローーランンドアンバサダーで r ローランドさんはもうその気持ち、今のお話もそうですけども、もうセレッソ大阪の公認セレオとして、まあ、あの私以上に,本当にこのセレッソの熱い思いをバシッと言っていただけるので、いつも勉強させていただいておりますけども、一緒に盛り上げていっていただきたいなと、そういう思いで、はい、就任をしていただきましたもう最強のトリオだと,と思っておりますんで。はい よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。さあそして大久保アンバサダーがあのユニフォームこのユニフォームを、ね、着てたくさんゴールを決めてらっしゃいますけれども、はい、セレッソでデビューしてセレッソで引退してサッカー人生に大きく関わっている愛するクラブ30周年、改めてどんな思いですか。そうですね。本当僕はこのセレッソ大阪で、えー、スタートして本当にこう育ててもらったっていう風にねもうかなり思いますし本当に素敵な。 あのいろんなクラブ、渡りましたけど本当に素敵なクラブで最高の、あのー、仲間もいていい思い出、えー、ばかりだったので、まあ、今後、まあ、その中でもまあタイトルというのはまだ取れてなかったので、まあ、今後、ね、えー、これからタイトルをえ取るところを見たいなと思っております。そのタイトルも含めあの30周年アンバサダーとしてのじゃあ意気込みも熱く一言いただきたいと思いますけども。意気込み。はい いやあのー、これからもっともっとこの30周年ということで、えー、大阪といえば、えー、セレッソって本当に言われるようにねもっともっとこう発信していきたいなと思いますぜひよろしくお願いいたしまますす、はい、頑張りますさあそして続いてはローランドアンバサダー、はいローランドさんにとって思い出のユニフォームとかはありますか思い出のユニフォームはいまあ一番最初にこう契約させていただいたこのユニフォームが一番 言った方がいいのかもしれないですけど正直、大久保さんがデビューしてジュビロ戦で田中誠さんと口論してお前、代表なのに大したことねえなって言ったあのゲームのあのユニフォーム忘れられなくてその後マジョルカ行ったらプジョルぶん投げたんですけどあの一件あったんでそんな僕は驚かなかったんでまあ,あれ僕、小2ぐらいだったんですけど最後、ね確か高原選手が決めてあの逆転負けされるんですよね、2、3でね。 覚えてるんですけどあの時の縦島の水野かな日本ハムのあれかな、はい、あれ覚えてますねいかがですか大黒かなりいじられてましたけどいじってないですよもうもうあのユニホームがもうめちゃくちゃ思い出に残ってあ,あ,れ、ね、あれ忘れれらんねんねだよあ,れもあれを見るとちょっとそれを思い出す退場した時のを思い出すので。 なんかいい思い出だなと思って、はい、あれ、大好きです、あれも、俺も好きですよ。そんなローランドさんですけれども、2020年からセレッソサ座と契約をしておりますけれども、はい、初めて J リーグチームと契約をして、ユニフォームに袖を通した、その時の思い出っていうのは、どうですかいや本当にね、あの冗談抜きで嬉しいなっていうのが、一番最初で、まあ、なぜならやっぱり、このコンプライアンス的にも、ホストをね、そのスポーツ絡ませるっていうのが、どうなんだっていう声も多分あっただろうに、その前衛的なキャスティングしてくれたっていうことで。 まあリスクを負ってまあこのキャスティングしてくれた以上はあの一生応援し続けようとうう思いましたしなんかその男気がやっっぱ嬉しかったですよねん、はい、そんな中で30周年アンバサダーです、あの一言熱い意気込みをまだタイトルを一緒に分かち合えてないんでそろそろタイトル欲しいなっていうのは本当に、ね、あの心から、ね、一サポーターとしての目線を僕は持ち合わせていると思うので。 タイトル取りたいです、ね、さあそして片寄せアンバサダー、はい、幼少期の頃にセレッソの試合を見に来たと聞いたんですけれどもはいそうですねあの僕自身もあのサッカー少年だった頃あのそれこそもうこの隣にいらっしゃるお二人の,あの熱い姿も含めて、はい、あの <laughs> 競技場でとてもあのこ少年心に拝見していたのであのまさかこうしてあのまた30周年という記念すべきタイミングで一緒に。 こうやって並ばせていただいてお仕事をさせていただけるというのはすすごく貴重ななことだなとだ思ってます、はいまちなみに片瀬さんはあのセンターバックとかボランチとか後ろめのポジションをサッカーでやられていたとおっしゃっていたんですが、はい、ステージ上のお三方はかなり攻撃的なポジションの3人ですけどす、ね、いかがですすか挟ままれてますけど、はい、やっぱりなんかどこかこうタイプが違うのかなと思いながら <laughs>、はい、あのアンバサダーのポジションもちょっと考えていきたいなと思っています。<laughs> はい さあそれではここでその30周年を記念するシーズンに向けまして2024シーズンに着用いたしますユニフォームを発表させていただきます新ユニフォームはこの方に着用いただきご登場いただきましょうセレッソ大阪背番号8香川真司選手です 24シーズンのセレッソ大阪のユニフォームはクラブの象徴である桜をモチーフにしたオリジナルデザイン背番号のデザインについてもご紹介をさせていただきます桜を意味するセレッソ桜は私たちのチームの魂であり戦う選手を背中から後押ししたいという気持ちで桜の花びらをモチーフにいたしました24シーズンのセレッソ大阪ユニフォーム袖を通しましたけれどもデザインはいかかがですか攻めてますねかなり 攻めてるなと、えー、すごい斬新ですし30周年を迎えこれまでの感謝を込めてそしてここからの未来に向けて感謝の気持ちを子どもたちの夢や子どもたちの笑顔さらには社会貢献に向けて未来につないでいきたいと思っておりますそこで本日は夢を叶える一緒にまるまるをする花咲か未来に向けて この三つの思いをもとに子どもたちからもらったメッセージにご登壇いただいている皆さんに答えていただきたいと思います。それではどうぞこちらにお越しください。さあ来てくれましたのは中山小学校の金沢さん、牧野さん、山本さん、山中さん、小谷さんがこれからセレッソ大阪で実現してほしいことやお願いを持ってきてくれましたので、牧野さんお願いします。アンバサダーの皆さんとスタジアムで行って会いたいです。行ったら会えますか。 あとえ片吉さんとローランドさんでコンビを組んで万全をして欲していです <laughs> これもまたたよく言いまましたねこの大舞台でじゃあまずはアンバサダーの皆さんにスタジアムに行ったら会えますかということなんですがではここは片寄アンバサダーにお答えいただきたいと思います、はい、そうで,す、ね、あのでも今年は30周年ということで私たち自身もこうやってあのアンバサダーというあの役職をいただいたのであのたくさん。 あのー、スタジアムにも僕たち自身も足を運んで、あのー、盛り上げられたらなと思うので、えー、いろんな形で、あのー、会いに来ていただけたらいいなと思います、はい、そして次の質問はちょっとローランドさんにお答えいただきたいと思うんですが片寄せさんととコンビを組んで漫才といういや,本当やっぱ若さを盾にルーキーの大久保さんばりの攻めを見せてくれましたけどいや漫才、まあ、まあ美術的に片寄君かっこいいんで多分 僕がボケにね、回ることになってなんかコンビ名、何がいいですかねサッカーにちなんでとかなんかせまあまあなんんかか、両サイドバックとかにしてありそうな感じにして ACL、もし優勝してクラブワールドカップ優勝したらやりましょうか。両サイドバックで。 やりますで。ネーミングまで決まったということでプラまで決まるのす。ありがとうございますそしてこの中に大久保さん入ってないですけどトリオとか俺も入りたいんだけどみたいなやりますか全然やりましょうか優勝してね。クラブワールドカップ優勝したらマジでやりましょうとしたらやりますこれは本当にやりますよ優勝してねその代わりそうですね見たいからこれはね香川選手優勝してね見たいですよね そうですね、あのー、ぜひ、優勝したらやってほしいですねクラブワールドカップじゃなくて、ね、まずは優勝したらぜひお願いしますでは続いて最後になりますが山中さんお願いします今日来ていただいたセレッソ大阪の選手とアンバサダーの人たちにサインが欲しいですあこの場にいる皆さんのサインということですねあの実はこのメッセージを森島社長が先ほど見てですね フラッグを用意させていただいたので,でこの場でみんなにサインを書いてもらいたいと思います。それでは皆さんペンを持っていただいて森島社長香川選手そしてアンバサダーのお三方にサインを書いていただきたいと誰が先に行くかというのあ香川選手ががありがとうございますそして大久保アンバサダー そして片寄せアンバサダー、ローランドアンバサダー、最後に森島社長お願いいたします。<laughs> <laughs> ありがとうございます。今。 皆さんにサインを書いていただきましたそれではステージ上に皆さんでお上がりいただいてせっかくなんでちょっとメディアの皆さんに向けてね、えー、披露させていただきたいと思いますよろしいですかねそれでは正面を笑顔でご覧くださいいかがでしょうか皆様撮影のオッケーですねありがとうございました素敵なメッセージと願いをね込めて発表してくれました中山翔学校の皆さんに大きな拍手をお送りくださいありがとうございました